首の方が痛めてしまって。首どうした、はい、ちょっと待って、ちょっと交通事故を遭いまして、うん、後ろから追突されて見つけられちゃった。はい、あら、どこ痛いの首、この辺後ろですね。はい、首向くと非常に痛いです。痛い、ちょっとこれ首の筋肉緊張してるよね、これね。これ痛いね、これね。痛いですね、うん、あの交通事故の治療はね、まず交通事故に遭っちゃったら、まずね、やっぱ固定が大事ですよ、はい、一番初め、はい、で、ちょっとタオルでね、こんな感じで、はい、固定しとくと、どう？安心しない？あ、そうです。動きが、動きがね、あまり動けないでしょ、はい、事故に遭ったら、まずね、一番初め大事なのは、やっぱあまり動かさないこと、固定することですよ。はい、うん、でちゃんと治療していくうちにだんだんね、あの筋肉柔らかくなってきたら、やっぱ固定外してって感じにしていきたいんで、はい、まず日常生活でやっぱ痛いでしょ。痛いですね、うん、だからやっぱそうやって固定しておいた方がいい。まあタオルでいいからね、そんなんやっておいてみてください。はい、はい、お大事にしてください。はい、はい、ということで、まあ万が一ね、交通事故に遭われましたら、交通事故治療院ベスト100選の夢高接骨院へご相談ください。はい、夢高 TV でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。